じゃあ分かんねえな。出口さん、署名いいですか？金沢市民の皆さん、ご通行中の皆さん、私たちは子どもたちを放射能から守る氷川の会のメンバーです。今日は金沢市が食用頻度で宮古市の漁業局を持ち込むことに対して案内する集まりを行っています。この宮古市の漁業局には残念ながら放射性物質が付着しています。こうした放射性物質を金沢市に持ち込むことは子どもたちの未来、そしてふるさとを見ます。そういうとても怖いです。私たちは被災復興を願うものではありますが、だからといって金沢市の子どもたち、そしてふるさとが破壊されることについては問題があるというふうにして考えています。私たちはこの石川あるいは金沢で震災復興に私たちとしてできることはいろいろあると考えています。今はまず私たちがここで健康に暮らす、そして自然豊かな里山里海を守ること、このことをすべきです。そしてそのために私たちはこの運動を進めています。
ぜひ皆さんもこの問題について考えてください。早速ですが、ただいまから集会を行いたいと思います。簡単に言うとしょうがないねっていう状態であるんですけど、はい、その後監視してかんなと思いますし、ちゃんと放射能に対して、目光らす立場でおられると思うので、よろしくお願いします。
た人、あなたが死に対して言いたい人ございませんか。金沢市が私たちの願いを聞いてくれるように本日日曜出勤した職員の皆さんに訴えます。市長にしっかりと伝えておいてください。私たちは金沢市が今推し進めようとしている放射性物質の付いた漁港漁具を持ってくることは金沢市の発展にとって大変大きな問題を残すことになると思います。ですからこの後30日に臨時議会を開いて持ち込みをの強行採決をしようとしていますが、私たちはそうした暴挙を許さずにこれからも戦い続けることを皆さんにお伝えしておきます。これから金沢市内の表通りを歩いて市民の皆さんと共にこの問題について考えていただき、そして共に立ち上がることを訴えていきます。このことも含めてぜひ市長に伝えてください。どう？ああ、よし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 。ここへ、ここに置いとく。ごめん、ごめん、マジでごめん。合わせて27日までですが、議会に対する陳情書の受付をしています。私たちはこの陳情行為も行っていきますけれども、今寄せられている陳情書の一つを紹介します。金沢にこれ以上放射線網はいません。これ以上日本全国を汚すのはどうかと思います。地に埋めても放射能は消えません。反対してもどうせ受け入れてしまうのでしょうか。ダメなものはダメです。どうしてもやめてほしいので反対だと伝えたかったので提出します。全国に瓦礫を受け入れさせるのはおかしい。地道に瓦礫の場所で処理した方がいい。堤防がなくなってしまったのだから瓦礫を使って堤防を作っては原発はいりません。これ以上日本を汚さないでください。このままだと日本人は世界の中からいなくなってしまうでしょう。このような陳情書が私の手元に寄せられています。こうした市民の声を聞き継ぎと私たちは皆さんの議会に対して提出してきますので、対抗をよろしくお願いします。それでは移動しましょう。
いと思います。ありましたが、
ここはこの中に現世を司るか、どうかに従って、この石川県の歴史をこの建物は示しています。で、なぜこの下に私が来たのかと言いますと、実はこのバルコニーの上で石川県の県政維持をものすごく大きな事柄があります。それは何かと言いますと、日本が敗戦した後、西方に米軍の支配所を作るということがあります。それに対して大反対闘争が西方の言う村民、あの当時は村民ですけど、を中心にして、この戦われた。で、それを支援するのに全国からも人々が集まってきました。で、内中現地でもその戦いは60年ほど前に、戦われたわけなんですけれども、この当然石川県としてどうするのかということで、当時の地元の人たちがこのバルコニーの上にも登って、そしてそこからこの周りに多くの人々を集めて、で、県政を正せという形の戦いをしました。で、同時にそれは国に対する戦いでもあります。結果的には今内灘町は砂漠上は当時できましたけれども、その後この今平和な村落として、このベッドタウンとして発展していっています。ですから私たち自身も今瓦礫の問題でこういうことをしてますけれども、当初はいろいろと批判もあるかもしれませんけれども、必ずこのことは認められる時が来るんだというふうに確信を持って、今から行動していきたいというふうに考えています。で、戦いというのは日本の中で、ここの説明をしと、何を今分かったらいいですか？説明をで、このことはその後のこの日本のこの戦後の基地闘争の先駆けとなりましたし、それからその中で、圧倒的な勝利を収めた戦いとなったということを、この際ここへ来た記念として覚えておいてください。じゃあ今から移動しましょう。で、ここの場所を貸すことさえ禁止するというのは今の、石川県の県政です。これらも正していきましょう。それじゃあ行きましょう。風船ちょうだいって言ったらくれるよ。
よさん早いっすよ、早いっす。なぜかって言ったら、今 3.11 が起きたあの時に、この皆さんがちりぢりバラバラでこちらへ来ると、その人たちに避難者の受け入れの施設として機能しなさいと、要するにポツンポツンと来ておったら、ふるさとの名前に活用しなさいと言ってきましたけれども、それらを。でこの芝生の下を駐車場にするということを観光を参入者としているのは石川県です。本当に人々のことを考えるのであれば、被災者のことを考えるのであれば、そういう施設を残しておいて、そこをセンターにして被災者の人たちがお互いに相談したり励まし合ったりいろいろできる、そういう場として残しておくべきですか。まあ、そういうようなことも含めながら、歩きながらいろいろと考えていきましょう。こちらへ回ってください。については貸せません。だからそれどこに書いてありますか。ここ来てください。だからあそこのところに受付があるんですけども、あそこからちょっとすんなりついてきてくださいって、先ほど私の方に演説をしないでくださいって言った島田さんが連れてきました。で、何を言うんかって言ったら、ここに集団自衛運動集会または演説をしないでください、ここに書いてあります。これが あなた方がしようとすることに問題があるということの根拠です。で、あ、そうですかと。だこれはこれでは分かんない、ここに書いてあることがない、そのこと自身はまあ認めます。それ書いてあることは消したらのとかどうのこうのはまだ、だけどそれじゃ、それがどこに書いてあるんですか、文章として見せてください。文章出させるのに30分かかります。で、しかもそこにはどこにもこういう項目は書いてありません。発展室、条例にそんなこと書いてないのに、それをその条例に載せていて、条例のところに書いてあります。書いてあります。これが石川県の制度ですから、まあ、私さんからずっと一つのところ、どっちで行きますけれども、誰
権利の問題、民主主義の問題、こういった問題を考えていく必要があるんです。でそのことがやっぱり未成熟だから、あるいはこういうことに見過ごしてしまう、あるいはもう諦めてしまう、そういうことが残念ながら今石川県の県民性、あるいは神奈川の県民性、市民性だというふうにいろいろと言われていることにつながっている。こういったことをこれを機会に一つ一つ変えていくように、いい方向に行くように、お互いに声を上げていきましょう。今書いてあったのは、ここは思考の
上げてもらえんかな。金沢市民の皆さん、こんにちは。私たちは石川県と金沢市が国道信号に宮古市の放射能の効いた処方業務を持ち込むことに反対して運動をしている子どもたちを放射能から守る会、守る石川の会のメンバーです。金沢市は集会を開いて私たちの願いを聞いて汚染物質の付いた漁網漁務を持ち込むことを決心しようとしています。このことに私たち自身は石川の子どもたちの未来、そして全国にとって大変悪いことであるというふうに考えています。そうした運動を私たちはこれからも進めていきますので、皆さんよろしくお願いします。今日の私たちの報道に対して、金沢市議会議員の森和俊さんが連帯のメッセージを読めてくださいました。ここでご紹介しておきたいと思います。子どもたちの命、大地と水を守ろう、市民行動へのメッセージ。市庁舎前に集まられた皆さんに心より感動のメッセージを送ります。皆さんのこれまでの真剣な訴え行動が子どもたちへの愛と大人の責任への深い思いから湧き出していることしたものであることを現地調査等を共にしてよく伝えています。放射能放出は固まった災害の排出物の放出処理は放射性物質の危険拡散を禁じる国際原則を禁じる国に踏み外すものに違いありません。成長途上にある子どもたちの内部機関は大人の責任において知らなければなりません。金沢市の受け入れは皆さんのそうした問題提起を一個だけ信頼点で本当を強く市民主体の施策です。残された市議会では皆さんの代弁者として子どもたちの将来をかけて
当局を追及するつもりです。本日は私も参加する予定でしたが、担当が用意することも予定候補者の出所者にはなかなく、お町の空から皆さんにメールを送らせていただくことをお許しください。新行動のご成功と、あるいは市民の心に届くことを祈っておりまして、
自然の豊かな場所として確保し、そして今能登鍋などそこで開いていますけれども、そこでも販売されているような源助大根、あるいは加賀れんこん、こういったような地元の誇る農産物を安全に栽培し、そしてそれを東北の方にの皆さんに食べていただく、こういうような農業生産の場所として確保しておくことが大切であると思います。そしてまた東北の人たちがこちらの方に避難してくる、あるいは雇用に来る、そうした場所として私たちのこの場所を決して放射能に汚染させずに確保していくことが本当の意味の甲子園につながると考えています。皆さん、私たちはそうした行動を署名活動や、あるいは日常書、あるいは請願書、そして機械の膨張などでこの戦いを進めていきます。皆さん一緒にこの取り組みに参加をしてください。私たちは地域英語でこの戦いをしているのではありません。本当の意味の甲子園、東北支援、これを考えたときに、私たちの取るべき行動は、この金沢に震災瓦礫を持ち込ませない、放射の性物質のついた漁網漁具を持ち込ませない、化学物質のついた漁網漁具を持ち込ませない、こうしたことが絶対に必要であるというふうにして考えています。皆さん、私たちと一緒に声を上げていきましょう。そしてこの金沢市や、あるいは石川県が推し進めようとする暴挙を食い止めましょう。27日まで陳情書が受け付けられています。30日には臨時議会が開かれます。この陳情書の提出や、あるいは議会の傍聴、これらに皆さんが共に加わって大きな場を作り上げて、この暴挙を食い止めることに皆さんご協力くださるようよろしくお願いします。この金沢に瓦礫を持ち込むということは、残された唯一のきれいな土地まで汚染されてしまうということです。人間は食べていくために食べ物を取らなくてはいけません。きれいな作物や豊かな水、これらがなくては健康に育つことができません。唯一残されたきれいな土地を守ることが何よりも大切です。皆さん、皆さん、私たちが今極めて難しい状況にあることについて、もっともっと関心を寄せましょう。そしてこの恵まれた土地を守り通すこと、そのことが実は東北市に対して困っている方々自身に対する来年の支援につながるという関係をぜひ考えてみてください。私たちは世界の声として、こういう人には行ってはいけない、放射性物質のついたものは安全に動かしてはいけない、こういう声が高まっていることをぜひ考えてみてください。大地と水を守り、
汚染から守り、そして子どもたちを守るために皆さん一緒に行動しましょう。
気分爽快。
しないと。ご利用は国国銀行とお客様に。国国銀行。県民協会からご申し上げます。月竹さんの提案で、入院に来た最高1万円の保証、さらに、治療費用に関連しますが、入院に来た保証、県民協会。イタリア、ドローンや宅配絵本原画展、世界中から届けられた個性豊かな絵本の物語をお楽しみください。イタリア、ドローンや宅配絵本原画展は、七尾美術館にて、12月16日、
教育会館、中通って教育会館、いや通り抜けて、